こんにちは、Bレジェンドのダンです。今回は大円金を狙うラットプレダウンのやり方を紹介していきたいと思います。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報なども掲載しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄よりチェックお願いいたします。今回やっていくこちらの種目ですね、パラレルグリップを使ったですね、後ろ向きのラットプルダウンになります。 Vlog でよくやってて、解説してるはずが僕は解説をちゃんとしてないので、解説をしていく動画を撮っていきたいなっていうふうに思います。だいたいラットプルっていうのが、ここにベンチがあってパッドがあって、パッドに足を当てた状態でベンチに座って、こういう状態で行うものがラットプルダウンですよね。これを逆にベンチに座るんですけど、今回ここにあるベンチがちょっと高いということでですね、全くストレッチが効かなかったんで、今回はベンチなしでやるんですけど、本来のジムとかでラットプルダウンのマシンがあるとこであれば、ラットプルダウンのマシンに座りながらやってもらうといいと思います。これは僕は病気で踏ん張ったらダメということで、踏ん張らない背中のトレーニングとして発見した種目にはなるんですけど、まあ、こういった形で下ろします。で、この時にですね、椅子から自分がこうやって受けるぐらいの可動があるラットプルダウンがあるジムであれば、最大限で活かしながらトレーニングをすることができます。ジムによってはストレッチが全然効かせれないマシンもあったりするんですけど、まあ、そういう時は自分が浮くっていう動きはできないと思ってもらったらいいかなというふうに思います。この浮く浮かないは僕の Vlog を見てもらったらすっごいわかると思います。浮きながらやってるんで、遊んでるにしか見えないトレーニングなんですけど、まあ、このトレーニングの狙ってる部分っていうのが、広背筋にできるだけ効かさない大円筋。この大円筋っていうのが、こういうフィジークのこういうポーズを取った時に見えるフロントから見える背中ですね。ここをどれだけ鍛えるかで、フロントから見た時にどれだけ逆三角形に見せれるかっていうのも変わってくる部位ではあるので、僕はもうこの種目はめちゃくちゃ丁寧にやります。僕は広がりが強い選手でもあったりもしたので、広がりの種目はこれだけにしてます。まず、グリップはこういったパラレルグリップにしてもらっていいです。で、これのストレートもあるんですけど、ストレートの場合は可動域が狭くなっちゃうんで、曲がってるバーがおすすめです。引く時のイメージなんですけど、まずはダラーンと落とします。この時にもう肩全部上がっちゃってていいです。で、このままぐーって引いていくんですけど、イメージは下に引くっていうよりかは斜め外下に引くみたいな、こう引っ張っていくようなイメージで肘を引っ張っていきます。遠くに遠くに持っていこうとするように引っ張っていくんですけど、この時によくやってしまうのが、こう頭の後ろに引いたり顔の前に引いたりするっていう、この高さから下に行ったら広背筋なんですよ。大円筋から抜けちゃうんで、僕はこれ頭上、頭のてっぺんに当たるぐらいまで引いたら、こっからもう上にグーッと引っ張られながら持っていかれる、グッて引いて持っていかれる、引いて持っていかれる、こういうやり方ですね。もう今でもバチバチに効いてます。外に開くように引っ張っていって頭上に落とす。大体戻す時に力抜けちゃう人もいるんですけど、ここも抜けないようにゆっくりガーッと、あー大円筋伸びてるわーって感じたら、そのまま伸びきったこの部分で力が抜ける手前でまたグッとこのまま下ろしていく。あーめちゃくちゃ効いてますね。グッと下ろして、イメージとしてはちょっと小指を上に上げるようなイメージ。このバーとかやったら、ちょっと小指を上に上げるイメージで引いてあげると、より大円筋に効かせることができます。イメージとしては、頭上。それ以上に下に引いちゃうと、広背筋に入り始めて、大円筋から抜けてしまう。っていうのと、大円筋を狙うっていうところで、他の背中の種目をいろいろやってからこの種目をやると、どうしても広背筋が関与してしまって、全然大円筋に入らず、前腕とか二頭筋とかが疲れてきたりするんで、やるのは一種目目がおすすめです。この種目をやって僕はフロントから見た背中が広くなったおかげで逆三角形にも見えるようにもなってきたので、参考に真似してもらえたらなというふうに思います。今回のこのトレーニングの解説は以上になります。後ろ向きパラレルグリップを使ったラットプルダウン、ぜひ皆さん真似してみてください。この動画が良かったと思ったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。Vlog 見ている中で、この種目の解説もっとしてほしいです、などがあれば、ぜひコメント欄にお願いいたします。Bレジェンドの公式 LINE にはお得な情報なども掲載しておりますし、概要欄にはですね、セール情報だったり新商品の情報も掲載しておりますので、ぜひ気になる方は一度概要欄を覗いてみてください。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。